皆様おはようございます。デリーバと申します。よろしくお願いいたします。ですね、私は今ですね、ヤフソ大通りに来ております。あれですね、このヤフソ通りにねずっと6年ぐらい住んでたんですよ。で今ちょっとね別のとこ引っ越しちゃったんですけど、今回このね手繰り酒でクソほど酒が飲めるっていうことで人の金で、あーやだちょっともう、なんでちょっと今日はこちらで、私がねヤフソに住んでる時からずっとお世話になってた、もうとっても美味しいたこ焼き屋さんがあるんですけど、オーナーさんが大阪出身の方なので、もう本場のたこ焼きをねすぐ食べれるっていう、もう素敵なところなので、ちょっとこれから入ってみると思います。レッツゲイ。あこれになるとねテンションが上がりますもん ね、はい、ね、いやありがたいですよ飲みながらね。さあ沖縄たぐり酒でございますね。皆さんお気づきですよね、セットがちょっと変わりましてテーブルがロングになりました。いや違うんですよ、照明を明るくしてください。今日はねちょっとエミさん僕の衣装なんか気づきませんか。はい気づきました。もうすごいこちらたぐり酒の、そうなんです、これ僕が勝手に書いたクラティみたいなロゴでもなんでもないですよ。こういうの作るのが好きで、見てくださいこれバックまで、かわいい、勝手にです、もう勝手にたぐり、これロゴじゃないですよ。とにかく僕はアピールしたいんでこの番組を。なるほど。でまたいくつかねエイミーのも作ろうかなと思ってるんで、ありがたいです。この番組じゃなくてもいいですか、来てもらえます。来ます。あじゃあ番組で来てください。すいません、タイミングがありました。はい、ちょっとじゃあ今日のインフルエンサーの方ご紹介ください。エイミーお願いします。はい、今回のインフルエンサーは来ました、エムフローさん。いやいやデリバさんです。デリバ来たか。はい、デリバさんは沖縄県内でスタイリストやタレントとして活躍し、2020年に SNS の活動をスタートしました。開始してなんと4ヶ月で TikTok のフォロワーが12万人を超え、12万、はい、暑い夏にぴったりの情熱のインフルエンサーさんです。もう孫六さん吉田さんと来てデリバさん、これは攻めてますね。もう見るのが僕も怖いんですけども、はい、見ていきましょう。それでは今日も番内ハッシュタグっていきましょう。はい、それではハッシュタグ今日が最終回かも。ちょっとこれから入ってみようと思います。レッツゲイ。あレッツゲイって何。りょうちゃん、りょうちゃん、りょうちゃん、えい、映したら、なんか映ってるって。もう久しぶりです。もう私の家で会った時以来だね。あの時は暑かった、暑い夜だった。やだ、タクちゃんもここに。もうどうも、今回は本当にお前だ、もうオッケーしてるから、ありがとうございます。で見て見て、メニューよ、わかるよね。そりゃそうだわ。でここ見て、ここ、はい、ここ私がよく喋る。よく喋る。そうなの。これもヤフソ通り58号線から入ってどのくらい、もう徒歩1分しないよね。決してね広いお店ではないんですけどね、開放感たっぷりで清潔感に包まれた、スタッフさんとのね交流もね、とてもしやすいね、コミュニケーションができやすい、とても素敵な床屋さんですよ。噛んでますね。鼻くそちょっとね気になります。で、なんかそう、誰ですか。で、なんかで、はーい、あ、千住ちゃん、はじめまして。嘘つけ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日の、ゲストは多摩千住ちゃんでございます。よろしくお願いします。多摩千住ちゃんです。もう今日は千住頼みですね。
とにかくデリバーを抑えてくれの回ですね、これは。頼む店長、限りなく先に近いやつにしよう。限りなくそうアルコールっぽいやつ。ノンアルコールビール、ノンアルビール2つ、ノンアルビール2つと、ノンアルでね、あとはね、このね、ここはね、うん、タコ入道さんはこれあのオーナーさんがね、はい、あの本場関西大阪の方なの。そうなの。そうだからね、タコ焼きがもうね本場なわけ。ヤフソに、ヤフソに大阪。いやすごいわ。そうよ、じゃあタコ焼き絶対マストね。そうしよう。と串揚げ、串揚げいいね。この串揚げも最高よ。もう紅生姜とレンコン、うわいいな。あと、うん、トンペ焼き、あいいね。マグロ焼き、マグロ焼き、マグロはカマ、オカマだっけ、オカマ焼きだっけ、うるさいよ。めんどくせえな、めんどくさいわ。どこの部位だっけ。マグロだもんね。そうなの、もう決まってない。もう決めなくていいのよ、性別としてるのよ。もうね、どこかなんて決めなくていいのよ。そう、ずっと喋ってるでしょ。南西諸島で一番喋る、ノンアルコールでも喋りますからね。まあでもね、ノンアルでも気持ちいいですもんね。そうですね。ゲイソン、女装ゲイヒなの、なんかあまりクオリティ全然違くない。ノンアルだからってさ、それはやっぱちょっとさ、同じものですか。同じもの。本当に本当に。じゃあせんちゃん、もやもう乾杯しちゃう。もうしょうがない、もんノンアルでも、はい、もうそうしよう。じゃあせーの、乾杯。乾杯。バンバランバンバン。ね、ノンアルなのにさ、酔ったこととかない？ある。なんかさ、いや、酔ってないんだと思うのよ。入ってないはずだから。でもなんかほら、想像妊娠みたいなさ、のと同じ感じ。だから想像泥酔みたいなさ。わかる、ちょっとノンアルコールちょっとクワッとくるときなんかあるよね。美味しい。これいっぱいガンガン飲んでいいんですか？いいの？本当？さあ来ました、串カツ。エミは串カツ食べたことないんです。ねえ、ぜひぜひですよ。初めてなんです。すごい大きくない？だって私の顔ぐらいある。そりゃねえだろうよ、ね、3分の1ぐらいだろ。言わせて紅生姜をそのまま。へえ、いやー美味しい、絶対。どうよ。うん、あ、美味しい。よくない？そんなに生姜してないね、うん、こんなに大きいのに。あ、でも後からこの生姜のね、香りと、いやー、食べてください。あと串カツのこのサクっていう感じとね、これはお酒に合うわ。そうなの、お酒に合うのよ、わかる？わかるよ、ゆっくりお酒に合うの。いやー、美味しい。ベリーバー、わかるよ。うめ。生姜ちょっとさ、もともと少ししょっぱいじゃん、うん、ソースがね、まろやかにしてくれるんだよね。ねえ、もう最高。でもね、レンコンも食べたかった。うん、レンコンいいですね。美味しそう。どうよ。ね、間違いない。そうでしょうよ。美味しい。レンコンシャキシャキね。そうなの、うん、やっぱりタレの旨味がめちゃくちゃ生きるよね。結構ね、サラサラ系なのよ。そう、ね、美味しいよ。全部さらっとしてるからさ、衣にさ、すごいさ、浸透してくれんのよ。美味しい、超美味しい。ちょっと食べよう。はい、どうぞ。もう来たら必ず頼むもん、私これ。美味しいね、レンコン。泣いた。私レンコンの方が好きかも。私も男の方が好き。女よりは。めんどくさいな。なあ。デリリと最初に会ったのは、うん、そのコマーシャルの撮影の時のスタイリストさんでね、入ってて、まあこんな感じだったからびっくりしたわけよ。その時初対面で30分後には脱がされて、いろんな服着せられて、でね、私の乳首も全部見てる。見たらしいわよね。全然記憶にない。なんでよ、ついてないじゃない。なんかせんちゃんの乳首なんか見た覚えないんだよな。いやいやいや、あるのよ。あ、本当。しかも結構際どい衣装を、そう、何着かね、候補持ってきてたからね。そうそうそう、その時初めましてで。そうだそうだ。その後よ、インスタか TikTok でボーンってなったの。TikTok だね。TikTok で何でバズったの？
ピンヒールで坂をダッシュするというやつ。これは見たことは？ないです。出た。ふくらはぎ、足綺麗なのよ、デリバさん。いや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 。パロディ。いや、綺麗なフォームで。すごい綺麗。いや、おっさんかいですね。おっさんかいのやつ、これがバズったんだ。その投稿一発目のやつでもうすでにちょうどバズってくださって、一回目でバズった。一回目でバズったの、すごいね。そう、失礼します。はい、失礼しました。うわ、きた。うわ、たこ焼き、ネギマヨ、きや。なるほど、デリバさんおすすめのトッピングなんですね。なるほど、これはやばい。ネギ塩美味しいですね。マヨネーズ好き？好きです。どうぞ。熱い？あ、濃い。うん。トロットロや。あのカリッと系じゃなくて、外がふわっとして中がねトロッとしててね、本当に美味しい。出汁がちょっと効いてるかな。あ、そう、うん、美味しい。いただきます。どう？いや、こうじゃない。おかしいですよ。おいしい。お出汁がすごい効いてる、ね、ジュワーって出てくるね。ネギの殻とそこにまた和をかけてこうマヨネーズのまろやかさが覆いかぶさって、うん、風味のミルフィーユ状態よ、あなたたち。ありがとうございます。出ました。うん、パルコでさ、私がさ、うん、絵売ったりとかした時に、うん、あんたがさ、あんたがせげたんさ、ほんとに来てくれたの、お友達と。あ、そう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 、見に行ったの。たまたまあのお父様が通られて、せんちゃんの。そしたらもう飛び跳ねてお父さんに走り近づいてったの。そうなん、大好きなのよ。お父さんっつって、わ、お父さんだっつって。ちょっと頭悪い子みたいもう。でいつもさ、お母さんとかおばあちゃんのお下がり着てるじゃん。あ、そうそう、着てる。お下がりって言わない。ヴィンテージもん。ヴィンテージもんや。そう言ってるからさ、だからもうなんか本当になんかね、なんか人当たりがとってもいいよね。無邪気だし。このね、ピアスのね、ワイルドさからあれ想像もつかないよ、うん、鎖つけてるからね、今。かわいくない？かわいいわよ。なんで怒ってんの？聖人さん、今何歳だっけ？今24歳。まだ？あ、でも今年25になるかな。どうか、なんか年当て近いと思った、結構。ちょっと待って、待って待って。40歳です。ちょっと嘘。さっきから出てくるジェスチャー震えんのよ。足いのよ、手冷えじゃないのよ。いや、これはいいですよ、パワーしかない。ねえ、どうでした、エミデリバさん。すごい、まず第一印象はよく喋る方だなと思いました。ですよ、あの多分放送上初めてじゃないですか、食レポで食べた後にコーって言った人。いやー、でも相手がね、千住ちゃん、千住ちゃんは、千住さんはあの事務所が一緒で何度かレッスンとかで応援したことがあります。今日は千住ちゃんでありがたかったですね。もう本当に千住頼む、千住観音です今日は本当に。もうこの2人でよかった。どうなんですか、本場大阪のたこ焼き。そうですね、あれどうでした、見ててね、マヨネーズたっぷり、美味しそうでした、ね、本当に。たこ焼きはなんか家でやったりします、はい、パーティー。家で、そうですね、お母さんとか友達とかと一緒にパーティーしたりとかは。なるほど、逆になんかタコじゃなくてこれ入れてみようみたいな、なんか冒険とかもするの。友達と一緒にいたらふざけたりして、うん、1個だけ超わさび入りとか。あ、なるほど、ちょっとした ね、ロシアンルーレット的な、もう辛いのをやったりね。よかった、それデリバがやらなくて。もうさっきより多めのコーッて言いますからね、わさびは。あ、失礼します。お待たせしました。マグロ焼きの6個です。マグロ焼き6個？え、たこ焼きじゃなくてですか？中にマグロが入ってます。あ、そういうことなんだ、なんかマグロがそのまんま出てくると思った。だから、釜焼き釜焼きって言ったのもそういう風になんかさ、こう中にマグロが入ってんだね。初めて聞く。わ、すごい。
美味しそう。ねえ、マグロ。県産マグロ。うわ、でかっ。なるほど。これは珍しい。初めて見ました。わあ。いただきます。はい、これはうーわ、また美味しそうに食べる。いる、思いっきり分かる。思いっきり分かる。おっきいわ。あのね、あの生地の中がほぼマグロ。あ、嘘。びっくりした。ちょっと食べてみよう。お、すぐマグロ。うん、すぐマグロ。おいしい。たこ焼きにマグロって合うのね。ね。うん。聞くところによると、うん、これさ、ここのね、たこ入道の前にね、うん、上原鮮魚店っていうさ、うん、あの鮮魚昔ながらのさ、お魚屋さんがあるの。うん、そこのマグロを使ってるんだって、これ。さっきのたこ焼きは関西の味で、うん、このマグロはヤフソ。ヤフソの味。メイドバイヤフソ。お家でね、だからお家で飲むけど、もう誰かと飲みたい。いや、誰かと本当は飲みたいし、そのズームとかでこうみんなでやったりするけど、みんなね、彼氏いるから私の周りは。横からこうズームのこのさ枠からさ、一人で飲んでた女が突然ポコッと彼氏出てくるとさ、そうもうなんかもう自分のパソコンだけどさ、もう書けなくなるもんね。そうそう。なんで彼氏出るんだよみたいな。この画角に映ってないところからさ、こうやってこうやってやってんだよ、こうやってキナキナっつって、そうでピョーとか言って出てこなくていいって言ったのにとか言ってんだよ。まさにバカじゃないの。そうなの。あ、出た。とんぺい焼きは食べたこと？とんぺい焼き、とんぺい焼き、もう言えないくらい初めてってこと？聞いたことない。聞いたことない。いや、めっちゃ美味しいよ。もうキャベツ、豚肉を卵で包んだね。もうこれはもう居酒屋行ったら俺まず頼む。いただきます。おいしそう。うん、間違いなくないんですか。おいしい。あら、卵のふわふわ感と、うんうん、あと、まあ、キャベツのシャキシャキ感と豚肉のこう肉汁のジューシーな感じ、うんうんうん、めちゃくちゃおいしいでございます。それがね、食レポがうまい。ミックスされてね。、うん、とってもおいしい。これはね、ちょっとなんかこうお酒にももちろん合うし。だろうね。ね、私はちょっとカレー醤つけて食べてみようかな。あ、本当？じゃあやってもらっていいですか。いい、はい、どう？先日が言ってたことプラス、からしが効いてた最高。めちゃくちゃ簡単じゃん。でも美味しくない？美味しい。からしをつけるとより一層多分大人の味に切り替わると思うよ。うん、男性は絶対ね、米が欲しくなるやつだね。あ、からしつけた方が私は好きかも。いいね。うん、いやー、さっきもちょっと言ったけど25とは思えないよ、これ。なんかなんつうの、安定のこのバスレ感があるんだよ、あなたに。だから年上のね、殿方とか好きそうな気がするんだよ。なのに25っていうギャップ。鳩場のスナックのママみたいな感じで、あなた嫌だ嫌だ。違うね、フレッシュっていうさ、音がするさ、海辺のさところで、なんか違うの、この遅れ毛がもうさ、汗でさ、ひっついてるような感じで、なんかこう美穂純とかさ、そういう感じの匂いがするのよ。いや、せいや、清純派で売ってるからもう無理じゃない。どんだけ自分から乳首って言ったと思ってんの、あなた。もういいわよ、みんな持ってんだから。もう多摩千住は乳首ですって言った方がいいのよ。やめてやめてやめて。私は乳首、なんか歌出せば。いや、出すか。私は乳首じゃないですということ。じゃあ千住ちん、これからさ、はい、また今日、まあ、以外の日でもさ、またさ、お誘いするから、この、ま、飲みに行こう。はい、飲みに行きたいと思います。それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。乾杯。乾杯。チン。いやーじゃないんですよ、もう。このコメントの一つ一つが、うん、結構ツボで。デリバちゃんね。そうなんです。だからね、先輩の千住ちゃんはもう食レポ、はい、6秒でもういろんなこと言って全部6秒の中に収めてるんですよ。対するデリバさん、もう食べた後34秒うるさい。ずっともうカタコとか言ってるから。いや、でも
デリバさん僕よくご飯行かせてもらったり、でデリバキッチンって言ってデリバさん自分で料理めちゃくちゃ得意なんですよ、でめっちゃくちゃ美味しいんで、ぜひこの番組でねどっかで作ったものをテイクアウトしてもらってね、はい、いやありがたいですよ。あとデリバさんの回スタジオいらないんじゃないでしょうか成り立ってるんですけどデリバの部屋で成り立ってるんですけどねさあ何か来ましたね、はい、こちらは何ですか、ゆみさん。スタジオには今回ご紹介いただいたたこ焼き酒場たこ入道から、うん、テイクアウトメニューでいただけるイカ焼きをご用意いただいてます。はい、ありがとうございます来ました。本当にまあもうあったかいうちにじゃあエイミーからどうぞ、はい、もうこれイカ焼きいただきます。しかもこうやってねお好み焼きみたいな雰囲気で出てきました。中にねイカが入ってるということで、うん、最初はソースの味が結構くるんですけど、うんうんうん、後々イカが追ってきて、あ、後からイカが追ってくる、はい、これダイオウイカみたいな雰囲気です真ん中じゃあもうイカのところからいきますね僕、はい、あ、ほう、ね、もう中に見えるんですよ、いきます、うん、なるほど、もう贅沢にイカ入ってますね、はい、めっちゃイカ入ってる、イカこれ贅沢です。パレットから店長タクシー状態え、ここにタクシー乗るの？ワンメーターだよっていう贅沢状態入ります。これマジででもこんなにイカ入ってるのすごい。テイクアウトもしてるんですよね、ぜひですお家でもね、タコ入道さんのイカ焼きもね、いやありがたいですよ、美味しかったです、ありがとうございます。はい、今日からですねこちらいろんなワードが書いたボックスですので、引いて明日からこのワードで乾杯するとバズるんじゃないかなみたいな。例えばまあ、ちょっとじゃあ、はい、どんな風にやるか一回だけ。例えばエイミーあれだよね、エイミーっていう芸名変えるんだよね。あ、そうなんです、実は変える予定。お、何にするんだっけ、で引いてください。明日から、はい、なんていう名前でいくんですか、エイミーさんお願いします。バスレーンですバスレーンさんでいいんですか、はい、うわ、オフィスリズムのバスレーンさん、仕事めっちゃ来るじゃないですかいや、さすが、運持ってますね。この調子でいきましょう、じゃあ乾杯も、はい、そんな感じでね、引いてみんな乾杯で終わる、はい、皆さんこれ今週バズりますよ、この乾杯入らせてください。さあ、それでは、はい、皆さんまた来週お会いしましょう。さあ、新しい乾杯何ですか、お願いします。はい、また来週カバライキー、カバライキー、いやバイバイキーみたいに流行るかこんなの。ありがとうございました、カバライキー。